いくに行きます。まず糸編の上の部分ですね。1画目、角度を揃えて2画目。だいたい一緒でいいです。で、この大きさをほぼ一緒ぐらいで書いたら、この部分よりも外から長い1を書いていきます。こっちはこれよりも短め、ちょうどこの辺りで終わってるぐらいですね。そしたらこの真ん中あたりから人、これ45度ぐらい、点は上ですね。ハムより上に点。そしたら反りを入れて長く持ってきます。抜いていきますね。上から立ち気味に払ってきます。最後に点はこの辺の位置で良いです。